この巣は。鬼ごっこだ、鬼ごっこ。命がかかってるってのに遊び気分かよ。めぐみ、今すぐ爆裂魔法を。無理です、さっき撃ったばかりですよ。そうだった、くそ、爆裂魔法もなしにこの数を相手にするなんて無理ゲーだろう。仕方がないな、ここは私が盾になるから、お前たちは逃げろ。見上げた騎士道精神だ。だが蛮勇と無謀は違う、ここは撤退した方がいい。危ない、ふぅ。おお、一撃で助かったよスコール。このブリザード、まさか。一匹倒したところでラチが開かないわ、早く撤退しましょうよ。意義なし、みんな急げ。倒したブリザードはどうする、持って帰って食うか。あらあら、ミーアちゃんたら食いしん坊さんね。食い意地に負けて命を落とす気か。いいから村まで一時撤退だ。なまら急げ。スコールだな、おかわりなさそうで何よりです。君は前に会った時と比べて貫禄が出たな。寒い道が発展したのは君の力の賜物だ、胸を張れ。それよりもブリザードの大量発生、こんな異常事態、長く生きてきて初めてのこと。ブリザードが原因と分かっただけでも進展はありました。今日のところはどうぞ泊まっていってください。行為を無下にするのも悪いな。だが私の体質のせいで迷惑をかける可能性もある。納屋に泊まらせてくれ。獣を引き寄せる体質より寝起きの悪さの方が迷惑をかけそうだけどな。そうですね、寝起きの悪さは私たちもたっぷり味わいましたし。あれはタイミングも悪かった。自然に目が覚める時などは我を忘れて暴れることもない。なるほど、確かに起こし方も少々乱暴だったからな。今後はこちらも気をつけよう。さあ、カズマ殿たちにも部屋を用意してあります。今日のところはごゆるりとお休みを。おはよう、待たせたな。おはようって、もう昼過ぎよ、ずいぶん遅いのね。いや、もっと早く目が覚めていたんだが、ちょっと調べ物をしていたんだ。こいつをな。これはブリザードの死体、どうしてここに。ミーヤが食べようと思って持ち帰っていたらしい。あの命がけの逃走劇の中で食い意地が勝ったのか。大したやつだ。食べる前に見つけてよかった。調べてわかったんだが、やはりこいつらは精霊の飛躍を使われたらしい。精霊の飛躍？それは何なのです？精霊の飛躍はその名の通り精霊が生成したと言われる薬でな、死体に数滴垂らせば蘇らせることができるんだ。何ですって？死者を生き返らせるなんて納得いかないわ。お前だってリザレクション使ってるだろう。だからこそよ、そんな薬なんかでホイホイ生き返らせるなんて。怒る理由はそこなのか。ブリザードの数は異常なほどだった。薬によって復活したせいで大群となったんだろうな。何者かが精霊の飛躍によってブリザードを大量に蘇らせた。まさか吹雪と寒波を起こすことを狙って。でも仮にそうだとして、一体何が目的なんでしょうか。
見当もつかんな。そもそも精霊の飛躍は希少で、持っているのは一部の上位精霊のみと言われている。なるほどな。けど今はその精霊の飛躍とやらをどうこうするより、ブリザードを討伐する方が先だ。ブリザードを何とかすれば寒波も収まるんだし。クエストを発注し冒険者を雇っていたのでは時間がかかりすぎる。我々の手で一刻も早く全滅させるべきだろう。でも全滅させるなんてそんな都合のいい方法があるわけ。いや、一つだけある。あるのかよ。逆転の発想だ。ブリザードは寒波を巻き起こしたが、逆に寒波が収まればブリザードは滅んでしまう。つまり寒波の天敵を用意すればいい。寒波の天敵？それってどんな？説明しよう。が、その前に紅茶でも飲まないか？このスバ！これから冒険者を目指すなら盗賊がおすすめだよ。クエストに行くの？ダンジョン探索なら任せて。今日のクエスト終わったら一緒にシュワシュワ飲みに行かない？セシリーさんがやたらと私の胸を見てくるんだけど。別に気にしてないから。